どうも、マサダイです。今日はどっちがうまいか、白黒つけようじゃねえか。コカ・コーラゼロ、ペプシストロングゼロ、一体どっちがうまいの？今回この2つのコーラゼロ、一体どっちが美味しいのか、白黒私がつけます。まずはコカ・コーラゼロの紹介だ。最近中井くんが CM でやっているコカ・コーラゼロです。普通のコカ・コーラとコカ・コーラゼロ、どっちでしょうっていうような感じの CM ですね。これコカ・コーラじゃねっつって、正解はコカ・コーラゼロですっていう CM なんですけど、従来のコカ・コーラゼロより、よりいつものコカ・コーラに近づいてますよっていう CM です。続いてはペプシストロングゼロの入場です。こちらのペプシの CM はもう皆さん見たと思いますが、ニューヨークの電光掲示板に CM でなんか流れてですね、新しいペプシが出ましたっていう CM です。ただし日本限定ですっていうような感じの、なんかちょっと限定感を出しているような CM なんですけど、こちらはですね、強炭酸と強カフェインが、ちょっと持ち味のようです。まあ本当にそうなのかね。まあ実際飲んでカフェインなんてわからないんですけど、まあ多分強炭酸ぐらいはわかると思います。まずはコカ・コーラゼロいただきます。うんうん、いい音ね。コーラの匂いがします。いただきます。うんうん、確かにコーラに近いね。でもうっすら来るね、最後に。うっすら感最後にあのうっすら感は来ます。うん、失礼なこと言っちゃうんですけど、これ昔のね、コカ・コーラゼロはね、本当に薬飲んでるような感じでした。進化してるね。うまい。続いてペプシストロングゼロ。うん、こちらもいい炭酸の音だ。おうおうおう、ペプシコーラの匂いがするよ。やっぱりね、ちょっとコカ・コーラとペプシってね、違うんですよね。コーラはコーラでも。まあ飲んでる方はわかると思います。いただきます。うん、確かに、こっちの方が炭酸強いね。で、飲んでもね、なんかペプシっぽいですね。まあ、ゼロということで、甘さはあまりないです、本当に。うん。だけど、まあ、飲めなくはないね、両方とも。本当にすごいね。とりあえず一通りに飲みました。で、この二つの栄養表示ですね。そこにちょっと違いがありました。こちらですね、栄養表示 100ml に対し、ほとんど全部ゼロですね。ただ、カフェインが 19mg 入ってます。で、こちらはですね、ほとんどゼロです。ただ、こちらナトリウムが 5g 入ってます。カフェインは書いてないですね。なので多分カフェインはゼロだと思います。まあ、ナトリウム 5g 欲しいなっていう方、こっち。で、カフェイン欲しいなっていう方、こっちというような選択で悪くないですね。さあ、いよいよ結果発表だ。美味しかったのは、ドロー。今回引き分けです。この2つのコーラ、非常にお互いいい味を出していました。本当に白黒つけたかったんです、本当は。あ、こっちがうまい、あ、こっちがうまいってね、やりたかったんですけど、2つとも本当にいい個性出してました。僕には選べない。皆さんもですね、ぜひこの2つのコーラ飲んで、どっちがうまいかやってみてください。僕みたいに選べない人いると思う。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。